中京競馬11レースチリンステークス芝コース 1200m 出走馬16頭です。今日のウィンファイト第4戦、向こう上面の枠入りは順調です。残るは4頭、マッドクールオサマリマスンディ、そして栄養マルクス15頭を収まって、最後に16番ボラブリューテ。ボラブリューテが今収まります。スタートしました。14番に飛び出してきました。ボースタートが飛び出していきました。天然の特急です。しかし並んでいった6番のマットケール、3番内川、3番グランドアリエル、それが先手を取って1、1番クリスマス、1番2番と3番の天然特急、あとはマットケール、そして 外からは上がってきました9番の東海オラージュの体勢です。あとは1、2、4番のグースピリットが行って、さらにはテオマルクスンディ、そしてグレートゲイナー、AT メジャーが行って、さらには上がっていく湘南アリエルです。さらに AC スポッター、1、2番のテイムイラコンとなりまして、ジョニーズララバイ、あとはコラブリューテ、遅れているのが大戦ハッピー。さあ第4コーナーをカーブして直線コースへ、残り 400m を通過。先頭はどうか、ここで3番グランマリエル、グランマリエル、あとドーッと横に広がって、その内からは6番マッドクール、マッドクールが抜けてくるか。最内をついているのは4番ブルースピリット、そして追い込んでくるスンディ、大外からは5番のエイシンスポッターも追い込んでくるが、大戦抜けた6番マッドクール、2番手には5番のエイシンスポッター、マッドクール5位、マッドクール大将、2番手は5番エイシンスポッター、そして最後はゴール前で10番のスンディが上がっています。6番